市戸高にある手作りパン工房ふわり。北海道産小麦 100%、 天然酵母などにこだわったパンの数々、合成添加物を一切使用しない安心安全な無添加生地の焼きたてパンを販売しています。2015年2月22日オープン。オーナーは南郷町出身、末海裕二さん。こんにちは。わあ、すごい。もう入った瞬間、めっちゃいい香りがします。見てください、これ。かわいい。今日すごく私ここに初めて来たんですけど、もう入った瞬間、パンのいい匂いがすごいですね。ありがとうございます。一番このパン作りでこだわっていることって何ですか？はい、当店のパンはですね、国産小麦を 100% 北海道産なんですけど、使って、無添加生地の方がもう添加物を使ってない生地にこだわって、焼きたてをできるだけ提供できるようにこだわってます。じゃあ早速ふわり風パニーニ、人気ナンバーワン商品いただいちゃいます。いただきます。パニってます。見てください、このトマトがすごいちょうどいい酸味と、あと大葉がすごい効いてますね。うん、でチーズがカリッとしてて、もうすべてがハーモニーです。イタリア発祥のホットサンドパニーニはランチにぴったり。焼きカレーパンです。美味しそう。いただきます。お肉ゴロッと入ってます。辛さを抑えて子供でも食べやすくして、じゃがいも、人参など野菜の量は今までの4倍、角切り牛肉がゴロゴロと入っています。ボリュームアップして食べ応えのある激うまカレーパン。油で揚げずにオリーブオイルをかけてから焼き上げるから、とてもヘルシーなんです。あん塩パン、国産大豆で炊いたこしあんを巻き込んで焼き上げています。あんこの甘さと塩パンのちょっとしたしょっぱさが本当にちょうどいい感じですね。甘いもの食べた後にしょっぱいものが食べたくなるっていうのを同時に味わえて、おすすめです。こちらも人気の塩パン、有塩バターを巻き込み岩塩をトッピング。ふわふわもちもちでシンプルな生地の風味でリピーター続出。パンのほかクッキーやラスクなども人気の品々。ぜひ毎日の食卓に、おやつタイムに、手土産にいかがでしょうか。お店へのアクセスはこちらです。次回のグルタビをお楽しみに。